って先生、ニパニパ語でめちゃくちゃ熱心に話し込んでるから、あーこれはきっと難しい話だぞって適当に合わせてたんだよ。いいかい、モヤモヤ語とニパニパ語は通じ合っていないんだ。そうだね。それなのになぜ僕らはあえてそんな会話をしていたのか。先生、モヤティがユーロ圏の財政危機の話についていけなかったから怒ってるの？そんな話は全くしていない。最初が肝心だよモヤティ。僕らがどうありたいか、まずそれを示すんだ。愛されキャラとしてのアピール。モヤティの好きな食べ物はメッシュマロです。そういうことじゃない。ギャヒ、難しいな愛される正解って。それをこれから探していこうじゃないか。一人じゃなく二人で。ちなみに先生の好きな食べ物は山芋です。え？ん？裏切ったな！裏切ったな！美味しいこれ。